今回は北谷町宮城の海岸沿いにある砂部シーウォールに行ってみました。那覇空港からは国道58号線を北上して40分ほどの場所にあります。この辺りはサーフスポット、ダイビングスポットにもなっていて、週末などは特に駐車しづらいです。シーウォールの北側にある馬場公園あたりが駐車スペースを比較的見つけやすいと思います。砂出シーウォールの全長は約 1.5km ほどと短めです。ここのお面はタイル張りで、ところどころ浮いているタイルがあったり、展示ブロックもあるのでパンピングしやすい路面ではありません。今回 75mm のウィールを使用しましたが、もっと大きいウィールにしておけばよかったと思いました。子供連れで散歩している方もいるので、のんびりジョギング程度のスピードで流すのが良いかと思います。南向きは追い風で楽に進めたのですが、北向きは向かい風が強くちょっと辛かったです。タイルの色が青い南側は赤のタイルの北側に比べ人は少なめです。この辺りも比較的駐車スペースを見つけやすいですが、シーウォール沿いの道は一方通行なので、南側で駐車スペースを探すときは58号線の浜川の交差点から入ってくると良いかと思います。浜川はミセスマーコのある交差点です。シーウォール中央の東屋周辺には沖縄そばの浜屋やダイビング用のタンクのレンタルをしているマックスエアーがあります。この辺りは飲食店やダイビングショップも多く、観光で訪れる人も多いです。嘉手納基地に近い砂部周辺の住民は米軍関係の方々が多いです。シーウォールの北側の終端からは嘉手納基地に着陸する飛行機を見ることができます。夕日をバックに降下してくる軍用機を眺めるのもなかなか楽しいです。この近くにある馬場公園にはスケートパークもあります。砂部シーウォールのお面はタイルなので、スケートボードでのクルージングやパンピングに適しているとは言えませんが、夕日や海を眺めながらクルージングするのは気持ちが良いです。犬の散歩ついでにまた来てみようと思います。ご視聴ありがとうございました。